ボさあ行く。まずは松平健太のサーブで始まります。浮いた3球目返ってくる、カウンター入ってる、おー、ナイスバナー、両者いい反応、いきなりすごいボール来ました ね。最初のポイントから両者いい反応を見せます。打っている、ブロックわずかにオーバーです。いや、両者ともにいい動きを見せていますね。このモンテイロもフットワークありますよ、はい、このフィジカル面では世界の卓球界で1位ではないかというぐらいのフィジカルを持っています。ハイレベルの試合が期待できそうだ。返してくるとモンテイロ、松平健太が打ったボールもきっちり返ってきますね、はい、団体戦は全てシングルス、ここまで日本が2勝を挙げています。松平健太が勝てば日本がポルトガルにストレートでの勝利と。サービスをミスしましたモンテイロ、5ゲームマッチ3ゲーム先取です。長めのフォアサーブ、サーブレシーブが返ってきません。ただモンテイロは若干攻めが遅いんですね、松平としては全部攻めれる感覚になってくると思うんですよ、はい、そうすると攻めすぎというのが心配ですよね、はい、浮いている、離れたところから打ってこようとしたモンテイロですが、これはヒットしません。やはり松平の特徴というのは相手に打たれた時のブロック力ですからね、はいはい、序盤は松平健太が打って、そこをモンテイロがブロックする、いいブロックも見られています。非常に楽しみな一戦です。これはうまくサービスが返りませんでした、はい、鋭いこのモンテイロ、止まっている、カウンター飛びついたがわずかにオーバーです。あれは飛びつかずに前についてブロックでフォアにこう流していく、はい、まあ、そういうプレーをやりたいですね。4対4の序盤は同点になりました、はい、前回ドルトムントの世界卓球団体戦ではメンバーにすら入ることができませんでした。団体戦へかける思い、そういいですよ。相手が打って松平健太がまずは止める形、そうですね、相手が打ちあぐねたところを決めると、はい、こういうふうにフォアブロックでいいんですよ。でその次はカウンター、ただ止めるだけではない、そこにもバリエーションがある松平健太。今度はレシーブがオーバーしました。サーブから2点を取りました松平。日本ベンチやや落ち着きを取り戻しています。今の激闘の後、カウンターはストレートを狙いましたが、はい、ネットです、はい、いいですね、はい、レシーブがもうちょっとこう台に入れたらもっといいですね。モンテイロのサーブがこう威力あるようなサーブに見えるからちょっとこう引き気味なんですよね、これバックハンド行く、早い打点、ナイスボール、早い打点、バックハンド打ち分けました、はい、松平健太の攻めが早かったですね。そうですね、健太も最近はこのチキータをよく使うようになりましたんでね、はい、はい、手首を内側から回してボールの横をこするようなレシーブです、はい、2点リード、ああ今度はサーブがネットです。石、大会に入って若干サーブの感覚がもう一つという松平健太、ただ徐々にその自分の思うようなサーブは出せてきているという話をしています。ストレートがネットにかかる、お互いに厳しいコースに来てもボールがよく返ってきますね、はい、そうですね、見応えのある勝負です。先ほどモンテイロ選手はですね、はい、バナナを1本ペロリと平らげました、はあ、多分にはフレイタス戦のように自分の試合も長くなるんじゃないかなと読んでるかもしれませんね、はい、先ほど福澤さんから試合前の日本倉島監督、長くなりますよという話がありましたが、ね、まあ、しかし宮崎さん、はい、希望としては長くならない試合で一気に決めてほしいです ね。さあここですよ、気持ちを強く逆転モンテイロ、ストレートに打ってきまし た。逆モーション、完全に松平は画面向かって左で待っていました。ほとんど手も動かない、体はひねってしかし腕はストレートへ、さあ独特なしゃがみ込みサーブ、長いサーブ、
これはネットに触っていたようです、はい、長さを変えるか近くした先目返ってきたあしっかりヒットしないちょっとボールが変化しましたかね第1ゲームのゲームポイントを迎えたのはポルトガルのモンテイロ3点追っている松平健太に向かって場内からのこの応援の声聞こえているはずコースを変えた見事なストレートサーブのコースを変えそして3球目のコースを変えていきますいいボールですねしっかりレシーブできませんでしたモンテイロ、はい、さあレシーブ2本で追いつきたい、はい、このレシーブを思い切らないとダメですよ投げ上げる高くいったバカンド止めているよっしゃ打ち切れない松平健太のブロックです、はいフォアハンドを振りましたがそのラケットの下をボールが通りました、はい、あのセブンエイトで出されたのバックの方に来るサービス、はい、注意したいですね短くいく捨てないああ上げられない上げられないすくい上げようとしましたがわずかに届かなかった松平健太表情をしかめます第3試合松平健太第1ゲームは11対9ポルトガルのモンテイロに奪われましたが勝負はまだまだここからです最後宮崎さんもあーっという声を出しましたが、ね、やはりこうストップレシーブが多いということは、はい、積極性が少しこうなくなっていくんですよね、あのいいチキータレシーブありましたよね、はい、ああいうのを少しこう多く入れた方がもっとこう積極性が出てくるんですけどね、はい、あのレシーブを止めるのではなく打っていってほしいとそうですねはい、これも後ろ下がりすぎてますよね、はい、ヒットできませんでした本人も非常に悔しそうな表情を最後見せましたわずかに届かなかったこのボールですさあここから追いたい第2ゲームです第1ゲーム中盤まではリードしていましたが途中モンテイロ5連続ポイントがありました第2ゲームに入ります日本対ポルトガル日本が2勝を挙げている第3試合ですバック側へのサーブが来ましたモンテイロ打っていくストレートはネットにかかるいやどんまいどんまい止めに行くレシーブではなく打っていきましたそうですね台から出ましたからね、はい、いいですね今のでこれ短くいくバックハンドフォアそうですクロスのバックハンドからストレートへのフォアハンド浦島監督からの最後の指示は、はい、さあ健太動いて動いてしっかり打てということです、はい、やっぱ動きにまだ若干硬さがあるのかもしれませんねはいあれボール今フリックしたでしょ、はい、あれが大事なんですよ、あそこをダブルストップに行こうとすると消極的になってくる、はい、いいですよ今福澤さんからありましたその動いてという指示があったんですが今のよく体が動いてますねそうですね体を顔で込ませるようにしたフォアハンドですがわずかにオーバーしかし全身をよく使っています松平健太下半身をここ 1,2 年非常に強化をしましてたくましい太ももを作りましたそれが体幹の安定そしてスイングの安定戻りの速さそういったところにつながっていますあのモンテイロは、はい台上処理がすごい上手いんですよ、はい、だから何本もこう松平も上手いんですけど、はい、あんまりこう何本も付き合うことはないですね短くいくフォアに切り替える返ってくるブロックだ返ってきているこれは来ないこれは返ってこないこのポイントも途中止めるブロックからの展開がありましたいやモンテイロもすごいですねこれ、あのこのポルトガルのモンテイロというのは、はい、ロシアのクラブで水谷と同じチームに所属してるんですよねそうですね、はいまあ、そういう意味では水谷からの情報いわゆる攻めどころそういった部分も日本チームとしては持っているかもしれません
ゲーム3対3。ナイスサーブ。コースを狙いましたがこれはサイド外れました。動いて動いてという指示が第1ゲーム終わった後与えられたというこの松平健太。飛ばしてしまったモンテイロ。今は小さいところの勝負になりました。そうですね。そのストップ処理の打点が早かったですよね、松平ね。早いタイミングで短いボール、はい、カウンターフォアハンド。これはストップと見せかけて長いツッツキ来ましたね、その後ブロックからのカウンター、松平のパターンになってきましたね、はい、いいカウンターが入りました。6対3。長いサーブ反応はしましたが返せませんでした、はい、モンテイロもサーブを変えてきます。第2ゲーム6対4。宮崎さん、このリードを保ちたいですね、はい、そうですね、パターンは良くなってきましたよ、はい、自分のサーブネットインだ。途中ネットインがありました。モンテイロが右手を上げました。サーブは第1ゲームちょっとしゃがみ込み使いましたが、はい、この辺りはフォアサーブでいっています。そうですね、あのストップレシーブしかないので相手も、はい、このサービスで怖くはないんですね、松平。はい、打っていく、取り付く、もう一本オーバーです。バレーボール。途中ネットインが今度は松平健太のボールでありましたので左手を上げました。ポイント松平健太7対5。両者のポイントの合計6の倍数でタオルを取ります。両者が今タオルを手に取りました。それほど長い時間はまだ両者かけていません。これはストップと長いバックへの続き、その両方を組み合わせてね、近くいった、バックハンドで送る、ストレート狙ったがネットだ。その差また1点です、はい、7対6。画面向かって左、サウスポーのモンテイロの左手の前に短いボールを今レシーブ返しました。そうですね、はい、いわゆるフォア前のストップレシーブ。もう一つ浮いたか、返ってこない、ナイスボール。短いボール、モンテイロが逆に返せません。今のね、松平のダブルストップ、はい、あれはあの卓球選手から言わせると、はい、もう天才的なストップですね。相手の短いボールにさらにさらに打点を落としてもう一回ストップ、はい、あれはなかなかできませんね。柔らかい技術、はい、フォアハンド振ってくる。またその差1点。自分のサーブがもう1本、ここをしっかりといたい松平、はい、ここ取らないと危ないですよ。次はあの向こうはサービスでね、はい、A トールですから。さあ、あ、勝負ですね、やっぱりね、勝負のしゃがみ込み松健サーブ。短くいった、浮いている、前に詰める、打っているぞ、打っているぞ、すごいフォアの打ち合い、すごい打ち合いだ、詰めた、オーバー。ほとんど台の横からお互いに打ち合うような、しかもカーブとシュート。いやー、見応えありましたが、ポイントはモンテイロ。すごいラリーだったな、球質も変わってるんですよね、ラリーの間に。しかしポイントモンテイロで8対8。このゲームは取りたい松平健太。レシーブ短くいった、払ってきた、ストレート変えている、踏み込む、前に出たが抑えきれないか、顔をしかめた松平。このモンテイロのフィジカルラリー勝負に持ってこられてますね、はい、苦しい体勢でもしっかりボールを打ってきます。返すだけではなく打ってくるモンテイロ。さあ、もうちょっと前で。非常にボディーワーク、フィジカルの強いポルトガルの3人、逆転しましたモンテイロ。ネットです、ネットです。今はだいたいレシーブ短くいってますが、まあ、それでも取れてますね。そうですね、ある程度あの相手のサーブに慣れてきたって感じですね、はい、柔らかくネットをわずかに越すようなボール。さあ、ナインオールです。さあ、この1本サーブは
ここはサーブに戻す。チキータでした。積極的なレシーブできました。モンテイロレシーブを打ってきました。しのぎたい松平健太。ゲームポイント第1ゲームに続いてモンテイロが迎えています。しかしその差はわずかに1点。しのげしのげ。日本は水谷丹羽が勝利を挙げてこの松平につないだ第3試合。叩いた、叩いた、よし、回り込んだ3球よし。今のも思い切ってますね。思い切ってますね、いやこれもしゃがみ込みながらシュートドライブですよ、頭の上で打ってますよね。さあ追いつきました。ここからは2ポイント差をつけた方がこのゲームを取ります。松平健太取りたい。サーブは1本交代。打つ、よっしゃ、よし、苦しい体勢打ってポイント取りました。ね、苦しかったけど、はい、もう本当によくストレート持っていった、はい、あれクロスだとやられてる。ボールを包み込むようにかぶせるようにしてラケットを動かしました。巻き込みましたね、はい、逆に松平ゲームポイント。チャンスチャンス。あ、厳しいコースきた。いや思い切ってる向こう、先ほどはバックハンドでのレシーブがありました。今度はフォアで払ってきます。そうですね、また11対11。やや息を飲み込むような感じがありました松平。サーブはモンテイロ近くいく、打つ、ゴール、ゴール。途中ネットインがありました。ちょっとネットインありましたね、これはラッキーな部分もありました、はい、松平健太。まあ、しかしその後もしっかり相手の体の方向に向かって打っていきました ね、 そうですね。今度はちょっと横回転を入れずに真下回転、はい、縦回転サービス。あ、サーブ変えた、ゲームポイント。あー、オーバーだ、オーバーだ。3球目打っていったがオーバーだ。いや今のはチャンスでしたけどね。思い切ってはいます、思い切ってはいます。松平健太やはり汗の閣僚が多いか、右の手のひらを拭いました松平健太。一方のモンテイロも入念に手の汗を拭いました。両チームにとって重要なこのポイント、12対12。止める、よっしゃ、よし、フットワークを使ってしっかり打った松平健太がポイント。よくしのいだ、ここを打ちました。吠えた健太、ゲームポイント。もう一本打つ、ストレート決まった、ナイスコース。最後は相手の届かないところストレートへ打ちました。苦しかった第2ゲーム、しかし先に相手にゲームポイント。そこから追いついて何度となく追いつかれ、そして最後はこの渾身のフォアハンド込みました。日本コールが響き渡る代々木第一体育館。第3試合松平健太第2ゲームを取って、これでゲームカウント1オールです。いや宮崎さん、はい、いや苦しかったんですが取りましたね、本当に苦しかった、でもよく我慢しました、よくしのいだ、はい、そして最後はいいコースに打った、はい、途中決めたかったボールが決められなかった、そんな場面もありましたよね。そうですね、でもモンテイロもすごかったですもんね、あのラリーはね、もう松平がしゃがみ込みながらシュートドライブをサイドに行くのに、はい、それをクロスにね、カーブカーブで、カーブ対シュートの勝負でしたけどね、はい、共に素晴らしいプレーの連続、はい、しかしゲームを取ったのは松平健太。これでゲームカウント1対1で第3ゲームに入ります。日本コールが沸き起こります。この代々木競技場第一体育館、31年ぶり東京開催の世界卓球団体戦です。その声援を受けて日本はポルトガルに対して水谷丹羽が勝っての2勝を受けました。松平健太第3試合1ゲームオール、第3ゲームです。サンキュー。
入っている。これはタイミングがずれました。ネットインでした。第2ゲームああいう形で取りましたから、第3ゲーム一気に行きたいですね。そうですね、行きたいですね。やはりサービスからは攻めたいですよね。3球目、はい、これ打てない。カウンターで合わせたがこれがオーバーです。最初のポイント、松平健太のサーブ2本からモンテイロの2ポイント。さあ積極性がどこまで出せるか。今度は松平健太のレシーブ、変化球払ってきた、止まっている。返ってこない。速いフリックを一瞬でバックハンドしたんで、はい、回転がおかしな回転になったんですね、はい、もう松平にも分からないような回転。それをモンテイロがしっかり打てませんでした、はい、速いサーブ返している。バックハンド、すごいプレーだ。前が出た。どういうプレーだ。いやー、びっくりした。まずサーブですよね。レシーブ、そして4球目、すごいプレー。これが健太の今のフィジカルの強さですね、そしてラケットさばき、手首の動き。バックメン止まっている。すくい上げる、足らない。今はしゃがみ込み、バックメンで打ったサーブですかね、はい、長いサーブをいきました。もう1本続けます。左の選手には、はい、この黒面で打つサーブってよくあるんですね、はいはい。あ、厳しいボール来た。厳しいボールが来ました。モンテイロのフォアハンド。まずレシーブがなかなか厳しいところに来ました ね、 そうですね。もうモンテイロたちは慣れてますもんね、はい、さあ4対2とまた相手のポイントが2点リード。おーっと、ここでモンテイロがサービスをミス。ここまでお互いに相手のサーブからポイントを取っています。これはネットにかかりました。宮崎さん、はい、今のはやや長めのサーブに対してしっかり振ってはいますが、そうですね、もうちょっと山なりの方がいいでしょうね、はい、ちょっと直線的なドライブすぎましたね。今度はサーブから点が欲しい。スクイートス組みた、3球目返ってこない。返ってこない。今のも決まりましたけど、はい、もうちょっと右側に打たないと、はい、まともに打ったらカウンター食らいますよ。初めてこのゲーム自分のサーブから点を取りました、はい、松平健太。今度は打たない。すくい上げる、コース変えた、ナイスボール。コースを変えた。この松平の3球目のストップがすごいんですよ、普通なかなかあのストップできないんですよね。緩急をつけます。はい、ここで追いついた5対5。第2ゲームの流れをまた引き戻したい松平健太。打っていく、バックハンド、フォアストレート、ナイスコース。相手から逃げるようなそんなフォアハンド。松平健二も厳しい表情ながらスタンドから手を挙げて拍手を送ります、はい、モンテールはオールフォアで動くタイプですから、はい、今みたいにフォアは効きますよね。相手の左手のその先届かないところ、バックハンド止めているが、わずかにオーバー。力がありましたモンテイロのボール。一球一球しっかり打ってきたポルトガルの選手のボールはかなり重そうな感じですね。そうですよね、みんな身長も高いしね、はい、日本戦に出ているアポローニア、フレイタス、モンテイロ全て身長180センチ以上という大柄な選手。一方の松平健太、しかし非常に鍛え上げられた太ももをフットワークを発揮している。オーバーです。よし、また1点リード。もう3球目がほぼ攻めれるようになりましたね、はい、いいですよ。自分のサーブから先に攻めていきたい松平健太、はい、ポルトガルとの対戦、倉島監督も先に攻めること。いいですよ、あのフォアね。これも3球目から打っていきます、はい、あのフォア全部効いてます、はい、サウスポーのモンテイロに対して画面向かって右の方向にボールを送っているわけですね。そうですね、相手のフォアハンドを攻めていきます。あそこばっかり攻めると今度はモンテイロが動けなくなってくるんですね、はい、でバックハンドを使う回数が多くなってくる。これは厳しいボールがフォアハンドできました。またその際1点。
まず追いつかれずにリードを保ちたい松平。そうですね、もう一本レシーブです。打っていった。あ、なんというコースだ。すごいコースですねこれ、はい、この素晴らしいコース。日本ベンチ、そして画面奥では福澤さんも両手を上げたガッツポーズ。もう気持ちは一心同体です、素晴らしいコースでした。打たない、打っていく。おー、ナイスワード。今は一つ打たずにその後を打ちました。そうですね、一気にゲームポイントを迎えました。10対7。調子乗ってきた、はい、日本いい流れ、いい雰囲気、いいムード。一気にいけ、打っていった、返ってきた、ストレート、よーし、松平健太躍動します。第3ゲーム中盤から見事な攻撃の連続。いや、あのフォア攻め効いてます ねで、また最後もフォア。打点も速い、コースも多彩、内訳も見事。松平健太が躍動。ゲームカウント2対1、日本ポルトガルを下すまであと1ゲーム。いや、松平健太、その才能が出てきましたね。出てきましたね、本当にこう向かっていってますよね、はい、はい、コースもそして救出も見事に使い分けます、この松平健太。ご覧のように第1ゲームは奪われましたが、第2ゲーム接戦を取り、第3ゲーム躍動し、ゲームカウント2対1、日本がこのグループリーグ第4戦強豪ポルトガルに対して2勝を受けた後の第3試合、松平健太もこのまま一気に決めようという構えです。あ、そして今モンテイロの方はシャツを交換するようです。まあ、宮崎さん、両チームにとってしびれる試合ですよね。そうですね、ちょっとモンテイロユニフォームを着替えるのに時間かけてますね、まあ、これはバッドマナーなんですね、はい、まあ、審判はこう本当はイエローカード出してもいいですよね、はい、渾身のフォアハンドの今映像が見られました、はい、ストレート攻撃が効いています。日本ベンチも立ち上がって拳を握る、はい、さあ日本は今いい流れで松平健太が引き継いできました。このポルトガル戦、大事なポルトガル戦、ポルトガルはここまで3戦全勝、日本に勝てばグループリーグ1位突破が確定という試合です。イエローカード出ましたね。あ、出ました、出ましたね、そうですよね、2分はかかりましたもんね、あのユニフォームを着替えてゼッケンをつけるからって言うんですけど、はい、あのユニフォームをすぐ脱いでゼッケンをすぐつけたら1分以内でね、間に合いますからね。そうですね、はい、さあ日本、松平健太勝利まであと1ゲーム、それは日本の勝利まであと1ゲーム。相手は強豪、チームランク世界6位のポルトガル。日本がいい流れだ、これも打つ、しっかりついている、厳しいコース、いいボール返ってきた、モンテイロのバックハンドでした。さあ流れを変えたくない日本、ロングサーブから止めている、おお、これもバックハンド。いやー、宮崎さん、はい、フォアが主体のモンテイロが今いいバックハンド2つ来ました。そうですね、気持ちが変わりましたね、はい、はい、本当に向かっていこうという気持ちに変わったんじゃないですか。そこに負けてほしくないですね。そうですね、負けれません。あっと、ここでサーブがネットにかかる、切り替えたい、多分モンテイロのそういう気持ちが分かるんですよ、はい、松平にね。よっしゃ、今度はサーブで崩して3対1。さあ負けるな、まずは気持ちで負けてほしくない。払ってきた、止まっている、踏み込む、前に出る、下がるモンテイロ、バックハンド来る、オーバー、下がったところから来るバックハンドも力があります。はい、思い切ってますね、やっぱりもうちょっと早めにフォアをついてもよかったですね。はい、
下がったところからも回転のありそうなボールですね。今度はモンテイロがサーブをミス。まだ流れはどちらに来てもおかしくありません。この世界卓球団体戦、これまではその自分の力をチームに貢献させることがなかなかできていない、この大会へかける思いが強い。ストレートへバックハンドオーバー。去年の世界卓球個人戦のパリ大会、日本男子最高のベスト8、メダルまであとわずかというところまで迫りました。水谷に次ぐ日本の才能と言われている松平健太、ちょっと今合っていません。そうですね、はい、さあ、まあ、今はちょっと我慢の時期です、はいはい、我慢して我慢して短くいく。よし、バックハンドうまいオーバーです。いいですよ。日本ベンチ、初戦に勝った水谷、断行するだけ。こういう小さなプレーの、はい、あのサーブレシーブで、はい、点数を積み重ねていくべきです、はい、今は我慢のタイミングか、はい、6対3近くいく。厳しいコースにフォアバックハンドを打ってきます。今日は日中の第3戦フランス戦、3番で登場して相手の5時とゲームオール、フルゲームの戦いを見せました。それを勝ってこのポルトガル戦に臨んでいる松平健太。ここでバック面、ナイスサーブ決まりました。黒い面バック面で打った下がり込みサーブ、はい、そうですね、あれをフォア前に行くんですね、はい、モンテイレオの左側にね、赤面で行くときはバックにロングサーブです、はい、これが昨日まであの黒面サーブが合ってなかったんですよね。そうですね、サーブミスね、2本連続したりしましたね、はい、バラッテル、これもポイントだった、はいはい、さあその自分の力が、自分の持ち味が高まってきています松平健太。高い技術が必要とされるこのサーブ、しっかり相手を翻弄します、はい、でも一発で、ね、はい、点を取れるサービスですからね、はい、さあ追いつきたい。近くいく、ネットイン決めた。よし、途中ネットインがありました。左手を上げました。ちょっとラッキーでしたけど、はい、相手はタイムアウトですね。ポルトガル、ここが勝負どころと見ました。7対6、その差1点となったところでタイムアウトを取りました。また日本、松平健太、しっかり流れを引き寄せています。4ポイントを連取しました松平健太、まあ、ゲーム途中までは 7-3 という形になったんですが、しっかりそれをまた戻せる力がありますね。そうですね、全然諦めてません、はいはい、サーブ、逆にこの1本取ったらもうチャンスです、はい、短い時間で松平健太は戻ります。今は流れがあります。先ほどのゲーム間でも時間をたくさん使いましたポルトガル。ベンチでまだモンテイロ、今戻ってきました小走り。試合第3ゲーム、松平健太が取って迎えた第4ゲーム、さあその差はわずか1点です、はい、こういうタイムアウトの後はロングサーブとかそういう変わったサーブに気をつけるべきでしょ、はい、浮いてきた。ラッキー、3球目をミスしました。ラッキー、今のはどうですか。そうですね、やはり松平のバックハンドを警戒しすぎて、はい、フォアにこう無理やりフォアに行こうとしましたね、はい、無理をさせた松平、追いついた、はい、長いサーブ、同じしゃがみ込みですが、です、ね、面も違えば長さも違う、はい、この赤面はバックにロング、はい、これがいいですね、左にはで黒面は相手のフォア前。5連続ポイントです。逆転しました8対7。これも赤面、短いサーブ、苦しい体勢、打ち切れない。さあここからが勝負です。8対8、相手のサーブになります。場内の応援がやみ、そしてまた視線がこの試合に集中する。短くいく、
払ってきた。わずかにネットにかかります。原田健太も待ってたんですけどね、合わせていったんですが相手のコートには入りませんでした、はい、またモンテイロ逆転9対8打てない、打ってきた、止まらない、止まりません。モンテイロも気合が入っている。一旦は逆転した松平健太ですがここでモンテイロが10対8ゲームポイント。あのタイムアウトをポルトガルが取った一つ功を奏しているかもしれません。さあしかしその差はまだわずかに2点。そして自分のサーブ、さあまだまだ厳しいところに来る。バックハンド押し込んだ、フォア、クロス、我慢比べか、高く来る、叩く、まだ返ってくる、打ってきた、よし返らない、よし。これ難しいんですよ、この高いボール打つの。ひときわ高いボールが来ています。普通のロビングよりもさらに高さがあるそんなボール。その差はわずか1点。しかしモンテイロはまだゲームポイント。あとの1本、ここはサーブ打ってきた、カウンター、ストレート狙ったが、いやーサーブがね、台から出てしまった、はい、まあ、3球目待ってはいたんですがネットにかかりました、はい、これでゲームカウント2オール。松平健太対モンテイロ、日本ポルトガルの第3試合は最終第5ゲームに入ります。ダブルストップがあんまりフォアばっかりだとあれだから、たまにちょっと真ん中ストップの場内が固唾を飲み、そしてこっち行った時その歓声が一旦やみました。持ち上げるだけだからしっかりそれ反応してバックに詰めない。いやしかしどちらも力がある選手同士の試合見応えがありますね。そうですね、でもここだけ待っとく、モンテイロも強いですね、気持ちがね、はい、最後まで諦めてないし、はい、攻撃的ですよね。全部集まりすぎてる。でも中心は日本は今日日中にフランスと第3戦を戦いました。3試合すべてフルゲームの戦いでした。そしてこの第4戦ポルトガル戦、初戦の水谷は3対0のストレート、しかし第2試合の丹羽幸樹が3対2で取り、そして松平健太もこれから最終第5ゲームに入ります。日本グループリーグ1位突破を引き寄せるためにも、そして決勝トーナメントへ向けても一気にこの松平健太で決めたい第3試合最終ゲームです。まずは先行したい、ストレートへ返ってくる、クロスへ来たボール飛びついたがネット。さあ4ゲームまでの流れを見て宮崎さん、はい、どういうプレーをこの先期待しますか。そうですね、やはりあのストップの場所ですよね、はい、そのこのフォア、はい、ネットイン、また下がる展開、カウンターできた、止める、クロスへ止める、これも拾っている、粘るモンテイロ、入った、入ってしまった、最後がオーバー。モンテイロなんというフットワーク、なんという粘り、参った今のは、素晴らしい両者のプレー、モンテイロのフットワーク。ここで日本倉島監督がタイムアウトを取りました。 いいタイムアウトですね、はい、一旦下を向いた松平健太が顔を上げてベンチに戻ります。いやもう完璧にねこちらが点取ったというパターンなんですよね、はいはい、そこをしのぎ切られた、はい、いやー今のはいいラリーでしたね。さあベンチの声はどんな声がかけられるか、やることはあとは自分でしっかりフォアハンド打ち切る、で打たれてもビビるな、ブロック普通にひっつけて持っていくぐらいのつもりでいいんだ、絶対すぐ出しちゃダメだぞ、ブロックな、大丈夫このしびれる場面、ビビるなという言葉がありました。そうですね、はい、やはり相手がこう粘り強いとどうしてもこう打ち急いだり、はい、あのボールが遅いんだけど早めにブロック手出してしまったりするんですね、はい、まあ、そこを落ち着けと、さあラケットにふっつけて打つような感じでもいいよと、はい、面白い表現してましたね。バックハンド、よし、入ってこない、
まず1点返します。さあこれで1点を取った丹羽孝希がこの試合を見つめる。やはり国を背負ってチームを背負ってその思いを胸に秘めた選手たちの試合、息詰まる攻防、簡単に試合は決まりません。ああ打ち切れない、手に当たったか。さあ気持ちを切り替えたい松平健太。ポルトガルのモンテイロ、日本の松平健太、素晴らしい攻防が何本も見られています。さらってきた、返している、フォア、ストレートへ、よっしゃー、ボディーを使ったか返ってこない。途中厳しいボールありましたよね。ありましたね。なんか2人ともフィジカル勝負になってきましたね。すごいボディーワークです。さあ健太負けるな。息詰まる攻防、すくい上げる、もう一本、返ってこない、返してこない。松平健太の動きにまた鋭さが戻っています。そうですね、先ほどのタイムアウトの時もフォア振り抜けというのがありましたが、はい、しっかり振れてますね、はい、3対3ゲームカウント2オール、最終ゲーム3オールです。止めている、よーし、オーバー、オーバー、モンテイロのバックハンドオーバー。台に近いところで松平健太が止めるブロック、ね、これも持ち味ですよね、はい、そうですね、倉島監督が言ったラケットにふっつけて打つような感じのブロックでしたね、はい、長いサーブ、あー止めきれない、惜しい惜しい惜しい、ロングサーブから来ましたモンテイロ。日本はグループリーグここまで2勝1敗、一方のポルトガルはグループ唯一の3連勝。日本はこのポルトガルに勝たなければなりません。これはネットに触っていました、サーブ打ち直し。日本はこのポルトガルに勝てばグループリーグ1位突破が大きく近づきます。打っていく、バカンド、カウンター、耐えてる、よーし、両者すごい攻防だ。決まるかというようなボールがしっかり返ってくる。後ろの打ち合い、前での打ち合い、はい、素晴らしいですね。世界最高レベルのこの攻防です。場内からはケンタコール、松平健太5点を取ってエンドが変わりました。払ってきた、思い切ってきますモンテイロ。そうですね、あそこのフォア前が、ね、フリックよく入ってるんですよ、ですからあのストップ対ストップ、今みたいなサーブももうちょっとミドルの方がいいかもしれませんね。台の中央付近に次のサーブを持っていけるか、はい、今度はレシーブ、ちょっと浮いたか、止まっている、フォア入っている、浮いたレシーブからでしたが取りました、ナイスボール、ナイスボール。ラケットを最後かぶせるような感じで回転かけました、はい、フリックされるんですけど、それを返せば今度はチャンスですからね、はい、はい、紙一重ですよ。1点リード、近く行く、打っていく、飛ばした、よっしゃ、飛ばしました、これは大きい。すくい上げた松平のボールに対してモンテイロしっかり当てられない。これはやはりしっかり回転かかっていたんでしょうかね、はい、さあここチャンスですよ。5オールから2ポイント取ったのは松平健太、7対5、今度は自分のサービス、できた、叩く、もう一本、よし、苦しい体勢、崩せない、左手を突き上げた倉島監督。さあ一気に行こう、一気に上から叩いた松平健太、そしてベンチを振り返り拳を握る、
両拳を上げたベンチの岸川。8対5。これは見事なレシーブ。入った。動けなかった。松平がサーブ出して、はい、バックにススッと動くのが見えたんですよね。そしてモンテイロ、顔は右へ、ボールは左へ。はい、逆モーションです。しかしその差は2点。リードリード。モンテイロのサーブ、松平レシーブ。ああ振っていったがしっかりヒットしなかった。さあその差1点。さあ落ち着け。積極的に行こうという姿勢は見えました、はい、今のレシーブです。返したがネットだ。今度フォアを狙われてきた、はい、先ほど同様右打ちの松平健太、その右手の先、今度はモンテイロが追いつきます、はい、あのフリックして健太にストレートにブロックされるのが嫌なんでしょうね、フォア狙ってきましたね。しかし世界卓球なんと恐ろしい舞台か。打てく、返ってこない。よし、フォアハンド返ってきませんでした。ポイント松平。初戦ギリシャ戦黒星スタートからの発進、しかしその後2連勝、第4戦グループリーグの天王山ポルトガル戦、打たない、ストレートだ、これもストレートだ。さあこれをどうする。ナインオール全部フォアに来てる。流してきますモンテイロ。日本の試合なんとこのゲームカウント2オール、そして最終ゲームの9オール、この場面が多いのか。それだけ力の接近した気持ちのぶつかり合った試合が続いているというその証。打ってきた、止まっている、これも止まった、打つ、あーフォアハンドヒットしなかった。マッチポイントはポルトガル、モンテイロ。しかしその差はわずかに1点。さあケンタ頑張れ、追いつきたい、しのげ、素晴らしい攻防、追いつけ松平健太。止まっている、フォア、ストレート、踏み込む、厳しい、そして素晴らしい試合でしたが、松平健太敗れました。ポルトガル、モンテイロの意地が、技術が最後は松平健太を上回りました。日本対ポルトガル第3試合、松平健太最終ゲームまでも連れ込まれましたが惜しくも敗れました。これで日本2勝1敗。